はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、今日ですね、昨日か、この動画が公開される、前の日ですね、映画妖怪ウォッチ閻魔大王と5つの物語だよ、はい、それを見てきましたね。はい、はい、面白かったね。うん、5本のストーリーに分かれてたね、ちゃんとね、うん、この5つの物語っていうだけあってね、うん、はい、それでその構成は世にも奇妙なほにょにょにょみたいなあのパクリだったけど、大丈夫かな、また妖怪ウォッチ、まあえちゃん知らないと思うけどさ、うん、はい、それで入場特典で閻魔大王のいいメダル、はい、こちらをもらいましたね、うん、なので今日はですね、こちらの音声確認をしてみたいと思いますね。はい、はい、じゃあ、あります。はい、はい、こちらが閻魔大王いいメダルですね、うん、かっこいいじゃん、うん、しかも今回初めてかな、紫のメダルだね。そうだね。あ、ただホロ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 感っていうか、キラキラ感そんなにない感じかな。うん、あ、書読が書いてない。あ、そうだね、うん、ちなみにですね、このパンフレットの中の最後の方のページにも書いてある、うん、妖怪ウォッチ E に進化させるためのバージョン E、うん、あれにも閻魔大王のメダルがついてくるみたいで、うん、それはね、閻魔大王覚醒前ってやつ、うん、だからこれは覚醒したやつだね、うん、はい、あとそっちはね、レッドホット鬼バッカーズっていうね、歌メダルもついてくるみたい、はい、これはこれで楽しみだね、うん、12月26日発売だって、うん、はい、今回はこちらの普通の閻魔大王のいいメダル、これの音声を聞いてみましょう、はい、聞けるかどうかも分かんないけどね、うん、聞いてみましょうね。はい、じゃあお願いします。はい、すごい、すごい、閻魔大王ボーンだって、うん、これ種族ないんだやっぱり、うん、閻魔大王だから、うん、へー、すごい、すごいね、うん、これまでのさ、妖怪メダルとはなんかこのメダル自体も違うもん。そうだね、うん、じゃあもう一回聞いてみますか。はい、はい、なかなかいいんじゃない。うん、うん、はい、ということで今回は映画妖怪ウォッチ閻魔大王と5つの物語だにゃん、はい、こちらを見に行ってきまして、はい、この閻魔大王いいメダル、これをもらったので音声確認してみましたね。はい、はい、来年も妖怪ウォッチの映画やるみたいだね、うん、最後に予告出てましたんでね、うん、はい、妖怪ウォッチの人気も落ち着いてきたから、うん、うん、まあ、多分やってくれると思いますね、うん、はい、それもまた楽しみにしていましょう、はい、はい、ということで今回は以上でございますけれども、いつも通りですね、今日の動画が良かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンをお願いしますね、はい、そしてチャンネル登録とか、コメントとかいただけると大変嬉しいですね、はい、ちょっとはしょっちゃった、はい、ということで今回は以上でございます。バイバイ。